指名打者、指名打者、指名打者,名打者とは、や日本の公認野球規則5.11などに基づき、野球の試合において、攻撃時に投手に代わって打席に立つ、攻撃専門の選手のことを言う。DH、デジグネーテッドヒッターの頭文字を取った略や、指名代だとも言う。ソフトボールの試合においては、任意の野手に代わって打席に立つ。 打撃専門の選手として、指名選手、DP、デジグネーテッドプレイヤーの略が認められており、指名選手は、どの守備位置の選手にも、適用可能である。対して、DH は、投手以外の野手に変わることは認められない。指名打者、以下 DH と表記は、一切守備につかず、本来投手が担うべき打撃を代行することで、投手と攻守を分担する。 試合開始前にメンバーを発表する際には、投手以外の野手と共に打順が定められる。先発出場した DH は、相手チームの先発投手に対して、少なくとも一度、打席を完了、安打、または死死球、失策等により、走者となる、またはアウトになるしなければならない。ただし、DH の打順が来る前に、相手チームの先発投手が交代した場合は、この義務は、なくなる。 なお、チームは、必ずしも DH を起用しなくてもいいが、起用しなかった場合には、その試合途中から DH を起用することはできない。逆に、DH を試合中に解除して、守備の9人のみにするというメンバー変更は可能である。この時も再度 DH を起用することはできない。メジャーリーグベースボール、以下、MLB のアメリカンリーグ、日本プロ野球、以下、 NPB のパシフィックリーグ、韓国の韓国野球委員会、台湾の中華職業棒玉大連盟、キューバのセリエナシオナルでベースボールなどのプロ野球リーグ、四国アイランドリーグプラスベースボールチャレンジリーグなどの独立リーグや社会人野球、日本の大学野球リーグ、一部の連盟を除く、公術、および日本中学公式のフレッシュリーグ等で採用されており、 国際試合においても採用されることが多くなっているが、それ以外の少年野球、高校野球においては採用されていない。DH には守備力は全く不要であり、打撃技術は秀逸だが、守備能力に何のある選手や、長打力からもっぱら打撃を期待される外国人選手などの打撃専業化を目的として起用されることが多い。そのため、コンタクト、パワー、 選球眼を含めたトータルパッケージを求められるが、中でも打線の中軸を担えるだけの破壊力が必需である。具体例としては、MLB においては1シーズン30本塁打とアップス900の両方をコンスタントにクリアできれば一流と目される。また、負傷により守備力が落ちている選手、あるいは足腰に不安がある、ベテラン選手等の守備配置による、 体力消耗軽減を目的として起用されることも多い。特に MLB においては、レギュラー選手の疲労回避手段や経負傷選手の負担軽減を目として、普段は守備についている選手を DH として起用する例がしばしば見られる。ただ、守備をこなしてから打席に入ることで打撃のリズムを作るのを良しとする選手は、DH としての起用を嫌う場合がある。DH 専門の選手は、 選手寿命が短くなるという説もある。これらのことから NPB において現役生活で長年にわたり指名打者で起用され続けた日本人選手は角田宏光、山崎武史、石峰和彦などわずかな例しか存在していない。DH 制を採用している団体に所属しているチームとそうでない団体に所属しているチームが試合をする際は前者の主催試合のみ、 DH 制を採用することが多かったが、主催に関係なく DH 制を採用するケースも増えている。過度な投げ高だ低状態にあったアメリカンリーグ、アリーグでは12球団のうち9球団が年間観客動員数が100万人を割る状態であった。これを解消するため、オークランドアスレチックスのオーナーだったチャーリー・オーフィンリーらのアイデアによって、よくより、 アリーグで初めて DH 制が採用された。DH として最初に打席に立ったのはニューヨークヤンキースのロン・ブルームバーグであった。ナショナルリーグはアメリカンリーグと違って指名打者制は採用されていない。DH 制制定以降の MLB ではポール・モリター、エドガー・マルティネス、デビット・オルティーズなど DH のスター選手も現れた。2004年、長年。 DH として活躍したマルティネスの引退の際にアリーグはこれを称え年間最優秀指名打者賞をエドガー・マルティネス賞と改名することを決定したしかし2010年マルティネスがアメリカ野球伝道入りの対象者となった際には野球記者の投票は36.2%しか集まらなかった同年1月に招集された MLB 特別委員会で 以後の MLB オールスターゲームでは、ア・リーグ、ナショナルリーグ、ナ・リーグのどちらの本拠地での開催であっても、DH 制を採用することが決定した。当初、阪急ブレーブスの高井康弘が代打で、多くの本類がオマークし、1974年に、毎日新聞に、アメリカの記者の、あれだけの選手というのは、もったいない、日本もアメリカに習い指名打者制度を導入すべき、 という趣旨のコラムが掲載されたことがきっかけで議論され、人気低迷にあえいでいたパシフィックリーグがアリーグの成功を参考にから要した。日本で最初に DH として打席に立ったのは日本ハムファイターズの坂本都三蔵であった。採用初年度はリーグの平均打率247、254と投手の関東数197302がそれぞれ向上し、 平均試合時間の5分短縮にも成功したが、肝心の人気向上には繋がらなかった。日本選手権シリーズではに初めて採用され、阪神タイガースの広田澄夫が初めて DH として打席に立ったセリーグ選手となった。この時は、各年で全試合採用の年と全試合不採用の年とに分けるという方式が取られ、そのルールに従い、よくは採用せずに実施された。 その後、パリーグ本拠地球上での採用を毎年続けることに、規定が改められ、よりパリーグ代表チームの本拠地の試合で採用されている。オールスターゲームでは2発採用されたが、セントラルリーグが投手を打席に立たせて最後まで、抗議の意思を示したため1年で中断。その後セリーグが態度を軟化させてから、パリーグ所属チームの本拠地球上でのみ、両リーグが採用するようになり、 1993年から全試合に採用されている。に始まった聖パ交流戦では、日本シリーズの例に習い、当初からパリーグ所属チームの主催試合でのみ、この制度が採用されている。なおについては、セリーグ球団が主催する試合では、指名打者を使い、パリーグ球団の主催では、指名打者を適用しない国民制と通常とは異なる、方式を採用して行われた。 詳細講述オープン戦は、導入者年度の1975年は、パリーグ所属チーム同士の対戦でしか、指名打者制は使えなかった。パリーグ所属チームの主催試合でも相手が、セリーグ所属チームの時は使えなかったが、2年目の1976年からは、パリーグ所属チームの主催試合であれば、相手に関係なく、使えるようになり、さらに1979年からは、 セリーグ所属チームの主催試合でも試合前に、両監督の合意があれ、相手に関係なく、セリーグ所属チーム同士の対戦であっても、指名打者制が使えるようになった。ファーム2軍の公式戦では、イースタンリーグでは2008年までは1軍が、パリーグに所属するチームのホームゲームのみで採用されて、いたが2009年からは全チーム全試合で採用されるようになった。また、 ウエスタンリーグでも2013年より1軍がパリーグに所属するチームのホームゲームに加えて阪神タイガースのホームゲームでも採用されるようになった。この結果2013年以降は中日ドラゴンズと広島東洋カープのホームゲームを除いては全試合で指名打者制が採用されている。2軍の教育リーグではオープン戦と同様にセリーグ同士のチームが対戦する。 場合も含めて採用されている。日本の野球では、スコアボードに出場選手を表示する際、それぞれの選手に守備番号が付されるが、指名打者を起用する試合においては、投手は本来の1ではなく、P と表示されることがある。また特に、パネル式のスコアボードを採用している球場、2004年以前の宮城球場他では、選手メンバー表の人数が9人しか掲示できないため、 攻撃の時は、その指名打者の選手、守備の時は、その箇所に、投手の指名と表示を入れ替える場合があるほか、過去の高楽園球場や平和大野球場のように、チーム名を表示する箇所に投手名を掲示するパターンも、あった。金田翔一は、DH 制が採用された1975年に、ロッテオリオンズの監督を務めていたが、1975年に、 DH 制が採用された時は嫌だったな。投手交代こそ采配の妙味だ。投手に打順が回った時の代打の使い方もな。自分はそれがうまかったんだが DH 制度では持ち味が消されてしまうんだと述べている。日本の学生野球では全日本大学野球選手権大会が1992年から DH 制を採用した。これを受け、 1994年秋から、東都大学野球連盟が採用した。以後大半の連盟がこれを採用するに至ったが、東京六大学野球連盟と関西学生野球連盟では採用されていない。また、明治神宮野球大会では採用されていない。日本の高校野球では、選抜高等学校野球大会、全国高等学校野球選手権大会及びその、 予選のすべてにおいて採用されていない。1984年のロサンゼルスオリンピックで公開競技として野球が採用されて、以来2008年の北京オリンピックで野球競技が廃止されるまで DH 制が採用された。アジアシリーズやワールドベースボールクラシック、WBC など野球の国際大会では数多く採用されている。 プロで採用される投手は、高校時代には、打撃でも、中核を担った経歴を持つ者も、少なくないが、プロ入り後は、大谷翔平などや主と兼任する、特例的な場合を除き、投手に専念することがほとんどである。投球に必要な体力を温存するために、打席ではバットを振らない、死球を避けるため、ホームベースから離れて立つ、要投手コーチから指示を受けることもある。 DH 制度が導入されると、打力が期待できない投手を打順に組み入れる必要がなくなったため、切れ目のない攻撃的な打順を組むことができるようになった。同時に、打力は高いが守備に何のある野手を一人、DH として先発出場メンバーに追加できるようになった。この結果、投手が打席に立たない分、野手全体の打撃成績を伸ばすことが可能になった。 また、投手にとっても、高等を続けているときに、やむを得ず試合展開により、代打を送られてしまい交代させられるというケースが、なくなった。また、投手が、打席の準備及び立つ必要がなくなったため、味方の攻撃中に休ませることも、可能になった。さらには、自打球、死球、走塁時の肩の冷えスライディングベース角による捻挫など、打者や走者の役割から生じうる故障及び、 体力の消耗などを未然に防止できる効果もあり、投手にとっても好ましい制度である。この制度に対する批判として最も大きな論は、それが、打って、守って、走ってという野球本来の姿を歪めているという、ものである。日本ではパリーグが導入を決定した際、セリーグは、指名打者を採用しない理由を9カ条にまとめて、発表した、上に挙げた理由も含まれる。 それは、今でもセリーグの公式見解であり、公式サイトにも掲載されている。なお、2014年のセパ交流戦のミットクレーとして、セリーグ主催の公式戦で初となる、指名打者制が採用されている。逆に、リーグ主催ゲームは、従来のセリーグで行われている9人制を適用。DH 制はあくまでも有利選択のオプション、DH を使用せず、 投手を打席に立たせることも可能であり、ルール上は強制でなく、使用は任意である。しかし、相手チームが DH 制を使用するのに対して、自チームで使用しないのでは、自チームにとって不利である。そのためオープン戦を除けば通常ない。セリーグのチームは公式戦に備えて、スケジュール終盤では DH を使わないことが多い。近年の NPB では、 特定の外国人選手一人に固定して起用する、あるいは複数の選手を指名打者として併用で起用する、いわゆる DH ローテーションのいずれかが基本的な起用法になおり、特定の日本人選手一人に固定して起用することはほとんどない。NPB における DH 固定起用性の減少の理由の一つとして、 故障を抱えているが打撃面だけでならば貢献できる選手を、うしても起用したい時の手段として、DH 起用を用いることが挙げられる。また、2014年にはナンバーウェーブにおいて、セリーグでも DH 制を導入した方がいいというテーマで議論のが設けられる機会があった。DH ローテーションは、MLB では過密日程対策として、 レギュラー選手でも先発出場から時折外すという目的での使用が以前から行われてきたが近年では特定の選手を指名打者に固定せず休まる目的で何名かのレギュラー選手で指名打者を回す目的として浸透しているニューヨークヤンキースで監督を務めたジョージ・ラルディはその日の選手の状態を見て誰を DH にするか感覚で決めている常に フレッシュな状態で出場させるのも、私の大事な仕事と言っているように、先発ローテーションとは異なり、順番が厳密に指定されているわけではない。DH ローテーション性のメリットとして、コストパフォーマンスに優れるという指摘があり、MLB では中心となりつつある。それに伴い打撃専門の打者を採用するチームが少なくなり、打撃には優れるが守備に、 問題のある選手の評価が急落する傾向が強くなり、一例として2017年には前年の本類打王であるクリス・カーターが FA になった際は契約交渉が長期化した末、1年350万ドルという安価での契約を余儀なくされた。DH は打順表の中でその位置が固定されており、選手交代があってもその位置を変更することはできない。 試合当初から使わないことも、途中で代わりに投手を打順に組み込んで使用を放棄する、こもできるが、途中からの使用、再使用は認められない。試合途中から DH になれるのは、代打、または代走として DH と交代して、守備についていない選手のみである。なお、ルール上の投手と、選手登録における投手とは、関係がない。 野手手手登録の選手が投手を務めるこの場合は試合終了まで指名打者を使用することはできないが前日でも記載があるように DH 制のある試合で DH を最初から使用しないことは一方的不利を免れないのでオープン戦以外では特殊な事情がない限りは起こり得ない公式戦で 試合開始時から DH を使用しなかったのは、日本シリーズ対策として投手に打席を経験させるために消化試合で DH を使わなかった西武ライオンズの例、投手登録だが野手を兼任する大谷翔平が先発投手の試合で DH を使わなかった北海道日本ハムファイターズの例がある。前日の通り、先発出場した DH は少なくとも一度、打席を完了しなければならない。 打席を完了した後か、相手チームの先発投手が降板した後は、DH に対して、代打や代走を起用することもできる。代打者、または、代走者は、それ以降の DH として、退いた打者の打順を引き継がなければならない。このルールはから適用。他の選手への代打、代走は、その攻撃中代打、代走として扱われるが、DH と交代した場合は、 即 DH として扱われ、公主交代時にポジションを申告する必要がない。守備位置のある選手に代打、代走を出した場合はそのまま守備位置を引き継ぐ場合でも申告する必要がある。ただし、DH として起用された選手が、怪我などによって退場する場合にのみ特例として、代打が認められる。DH の選手に代わり、当番中の投手が打席に立っても構わない。 その時点で DH は消滅する。DH の選手が出塁しているとき、その選手に代わって登板中の投手が走者を務めても構わない。その時点で DH は消滅する。DH の選手が投手として救援登板することもできる。その時点で DH は消滅する。DH が消滅し投手が打順表に入る場合、原則として 投手の打順は打順表の空いたところを引き継ぐこととなるが、投手に関係する守備位置交代を含めて同時に二人以上の選手の交代を行った場合、新たに打順表に入る選手の打順は、投手の打順も含めて監督が指定する。これは本校以下の三項目でも同様である。なお、その後の選手交代で投手の打順が変更されるのは構わない。 dh の選手を守備につかせることもできるが、その時点で dh は消滅する。代わりに退いた選手の打順は、投手が引き継がなければならない。dh だった選手の打順は変わらない。投手が投手以外の守備位置へ移った場合、その時点で dh は消滅する。投手だった選手は dh の打順に入り、dh は退いた形となる。 新たに登板した投手に対しては DH を使用することができない。野手が投手へ守備位置を移った場合、その時点で DH は消滅する。新たに登板した投手に対しては DH を使用することができない。NPB では指名打者のみの出場であっても連続フルイニング出場記録は継続の扱いとなるが、MLB においては、 指名打者では連続フルイニング出場を認めないという見解が出されている。阪神タイガースの金本智明は4月にカルリップ県が持つ903試合連続フルイニング出場の世界記録、MLB 記録を上回り、その後も記録を更新していたが故障を抱えていたため、セパ交流戦のパリーグ主催試合で金本を通常の左翼手ではなく、 指名打者で起用することが検討された2005年の交流戦では指名打者での起用はない。当時 MLB は指名打者を含む連続フルイニング出場について公式な見解を出していなかったため阪神球団が MLB に問い合わせ上記の見解が出された。実際には金本は2009年までの交流戦では 指名打者で起用されることがなく、2010年4月18日の横浜ベイスターズ戦でスタメンから外れたことで連続フルイニング出場が途切れたため、NPB と MLB の見解の違いは特に問題にならず、同年には金本の1492試合連続フルイニング出場がギネス世界記録に認定された。なお記録が途切れてから引退までは、 交流戦のパリーグ主催試合の大半で、金本は指名打者として出場した。1985年より、各年採用、1987年より、パリーグ主催試合での DH 制採用となった日本、選手権シリーズでは、セリーグ所属チームの主催試合では、DH 制が採用されていないため、パリーグの投手が、打席に立たなければならない上、 DH 気温が前提となっているタイプの選手をどのように活用するか、代打専門とするか、慣れない守備につかせるかという点で、パリーグ側のチームには一層の事前準備が求められる。から始まったセパ交流戦では、パシフィックリーグの本拠地での試合に限り DH 制が採用されている。セントラルリーグの本拠地では DH 制が採用されていないため、 パリーグの投手も打席に立つ義務がある。また、普段は DH として起用されている選手をどう守備に組み込むか、またほとんど打席に入ることがない投手をどう扱うか、一方のセリーグのチームは誰を指名打者として起用するかが、戦術の大きな要素となる。には聖パ両リーグは交流戦の10周年記念として、この年の交流戦のセリーグ主催試合で指名打者制を採用し、 パリーグ主催試合では、指名打者制を使わない国制の適用と、これまでと逆の方式で言った。大谷翔平は、野手兼人であるため、ここでは扱わない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。